はい、皆さんこんばんは。はい、マオバーサス博士でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ8人だからねこれ8人。いや、ダイヤは読みましょうダイヤはね、ノーコメント。とりあえずね、画面端で捕まらないように、ただそれだけしか考えてない。あんたも評判よう落としたよね、あんたも。いや、まあ、あれは角じゃない。角って言ってもさ後ろ振り向いた瞬間にやるって簡単だよ。博士の簡単はね、みんなが見て簡単じゃないから。いや、これ歩きすぎたね。どっちが我慢するか向こうのターン掴みに行きたいんだけど、絶対そういうことないね。そんなの中盤で早くあっち行け、あっち行けって。いや、絶対食らいたくないよ。空中で食らうのね、まだ我慢できるので。もう勝つのは掴みしかないっすよね、これ。チョップが強い。チョップ弱いよね。だからそっから本当に、今、俺多分俺ぐらいなんじゃない、かわせるの。他の人はそんなにチョップはかわせないと思うよ、難しいから。ちょっと歩いてるんだけど。とりあえずファイヤーとかインフェルノとかって思ってたけどさ、ちょっと速攻投げてきたからさ、様子見だった、様子見だった完全に。これ惜しい、この逆に出ちゃうんだよ。あれは本当にこれで逃げられちゃった。そうそう、ここからブラスト、うん、ちょっと遅めかな。ブラストまでかな、チョップだったりとかもなってるよね。これダメだよ、負けちゃった。ハイクロだけ、ハイクロ読みたいね。ハイクロだけは絶対にやっちゃいかんから、どんなことがあっても掴まれる要因になってはダメだから。いや、ちょっと遅かった。速いよね、ジャンプが速いね。そうもないよ。突っ込んで投げれた、よかった、これは良かった。これやばかったね、投げられるよね、スラスコはね。チャンスも与えてるからか、だって1回負けてるからね。1セット取られてる状況で、無茶したらダメだよね。見せるんだったらね、危ないこと見せるんだったら、1回勝ってるだけだよ。はい、これ頑張ってやった、はい、あ、これ無理だ。あ、でも2セット取ってるね、これ。まあ、ちょっと怪しいんだ、怪しい。今様子見してもいいことないよね、これ。まあ、追いかけるけど、これね、横からそうとしたんだって、これは。このミスでね、危なく死ぬところだったから、今ね、衝撃フェルだったら、めくってなかった。ミスったね、あれはね、あれは、あれだ、ほら、はい、もう初めにジャンプしてる。マーさん飛ぶんでしょ。ほら、あいつよかった。すぐ裏分かった。キャンセルせずに渡る。結構ガードしてると思うんだけど。してると思う。でもそっからの安全は確保してるから、でも結局また繋がっちゃう。ガードしてもなんもないからね。そう。開幕逃げとけばいいやつ。そうだ、中キック食らおうが全然いいよ。なるほど、買い出し無理だ。ちょっと遅らせたから。これも失敗してたよ。ちょっと前に出たんだね。前にちょっと判定修行不足だし。いやいや、当たるね、当たってくれたからね。これうまかったね。これうまいよね。
間に合わない。後ろ回らなかった。ドドとでも歩いてるね。本当に。ドドと。これ裏どなった。うん、これ良かった、良かったあれは。逃げらんなかったね。そうそう。これも勝ってる。これ勝てです。終わり？あもう一回。あもう一回。負けたけど。いやいや。さあ、ご試合目、ご試合目。まず逃げる。これでもう上等だよ。ちょっと慣れたね。最後。はい。何もなかった。何もないね。もう初めて狙いました。初めて狙いました。見たから、見てから。これは無理だ。読んでました。まあ、ということでね、5-0でね。はい、強子男子さん。ありがとうございました。ありがとうございました。